シェフズレシピのコーナーです。週替わりで4人のシェフがお役立ちレシピを紹介しています。今週はこの方、渡辺恵美さんです。薬膳料理が得意なんですよ。さて恵美さん、はい、先ほどの味の素の稲葉さんから、はい、すましおを紹介していただきましたが、はい、恵美さん考案のすましおレシピ紹介していただけるんですよね。はい、今日は、はい、お蕎麦屋さんのカレー丼を作ります。お蕎麦屋さんのというと、はい、あれがポイントですか。そうですね、だしを効かせて美味しく作りました。はい、美味しそうですね。では材料を見ていきましょう。4人分で掲載しています。豚薄切り肉、バラ、肩ロース200g、玉ねぎ中2個、ニンニク1かけ、ツナ缶小1缶、カレー粉 10g、味の素お塩控えめの本だし大さじ1、醤油大さじ1、砂糖小さじ1、片栗粉大さじ1、万能ネギ適量、ご飯人数分です。さあそれでは作っていきましょう。はい、まず下ごしらえなんですが、はい、豚肉は一口大に切っておきます。あと玉ねぎは皮むいて芯取って薄切りにしてあります。あとニンニクはみじん切りにしておいてください。はい。はい、で、ツナ缶です。ツナ缶はですね、はい、油と身に分けておく、分けておくんですね、はい、さあ作っていきますけれども、はい、まずこのツナ缶の油でニンニクと玉ねぎを炒めます。今日はもうこんな感じでしんなりするまで炒めてあります。はい、あらかじめ炒めておきました。これぐらいしんなりするまでですね。そうですね、はい、ツナ缶の油を使うんですね。そうなんです。はい、ここにですね、はい、はい、ツナの身ですね、はい、これをまず入れます。分けておいた身を入れます。はい、あとここにカレー粉、はい、大さじ1杯ですね、あ、だいたい 10g ですね、はい、入れます。で焦げないようにここで炒めてください。ちょっとねカレーの香りがふんとしてくるぐらいまで炒めるといいと思います。ね、よくそそる香りですね。はい、で香りが出てきましたらここに豚肉入れていきます。豚肉、今日は、はい、バラ肉ですね、 200g です。バラ肉 200g、はい、これを入れて炒めます。まあ、豚肉の、色が変わるまでなんですが、薬膳的に豚肉って元気の元って言われるんですね、はい、で、それに玉ねぎとニンニクが、巡らせる効果がありますので、まだまだ残暑でね、そう暑いですからね、ちょっと体力奪われた時とかに、疲労回復に役立つんですよ、はい、食べたら元気になれますね、はい、そうですね、こんな感じに、まあ、ちょっとねまだ色変わりませんけれども、はい、ご家庭ではもう少し豚肉に火を通した方がいいですかね。火を通してここに本だし、はい、先ほどの本だしを加えます、はいはい、味の素お塩控えめの本だし大さじ1です、はい、あとここにお水2カップですね入れて、はい、こんな感じに煮ていきます、はい、こちらポイントとなっています。お塩控えめの本だしのコクとツナ缶、はい、の油で炒めた玉ねぎのコクで塩分を控えても美味しく作れる、はい、そうなんですね、はい、でこれを、沸騰してから5分間煮ます。はい、はい、で煮ておいたものがこちらなんですけれども、はい、あらかじめ煮ておきました。こんな感じにね、ふつふつと煮えてきてます、はいはい、もしお水足りなかったらちょっと足してくださいね。はい、でここにですね味付けをしていきます、はい、まず味付け、お醤油が大さじ1杯です。お醤油大さじ1です、はい、あとお砂糖が小さじ1杯です、はいはい、これを混ぜましてね、これで味付けなんです。お蕎麦屋さんの味になるんですね。でここに、水溶き片栗粉です。はい、これですね、こちら大さじ1に
お水はどれぐらいですかね。大さじ2杯のお水で溶いてあります、はい、2倍の量のお水で溶いてあります、はい、これを、回し入れてね、はい、こんな感じにとろみがつけば出来上がりです、はい、ご飯に盛り付けて、万能ネギとかあと野菜お好みのね野菜をトッピングして召し上がってみてください、はい、とろみがつけば出来上がりです。とろみがついたら完成となります、はい、詳しい作り方そして材料は番組のホームページにも掲載しています、はい、また後ほど公式 YouTube チャンネルにも動画が上がりますのでゆっくりと作り方ご覧ください。はい、こちら加熱したお野菜もトッピングされていて彩りも綺麗で美味しそうですね。すまし塩レシピ皆さんもご家庭で試してみてください。今回は渡辺恵美さんとお蕎麦屋さんのカレー丼作りました。来週は岸則夫シェフとチキンと彩り野菜のスパゲッティを作ります。以上シェフスレシピのコーナーでした。つなげる広がる